ジャパンインターナショナルボートショー2024 3日目の今日はヤマハ発動機さんの深掘りレポートをお届けしたいと思います。こちらですね、初日には出展ブースに展示されている水上バイクなどについてご紹介いただきましたが、さらに深いところまで今日は教えていただきましょう。それでは三浦さん、はい、よろしくお願いいたします。まずはやはり今回の展示で本当に一番注目を浴びている水上バイクと言っても過言ではないと思います。はい、そうですね。はい、こちら、はい、今回、大注目のモデルとして展示しております FX クルーザー HO です。はい、今回新開発の HO エンジンを載せております。うんうん、はい、それでは早速深掘りレポートお願いします。はいはい、今回カラーがですね、ディープウォーターブルーを、メインに、カラーリングしております。はい、で、アクセントカラーとしてこのシアンブルーをあしらっております。いつものヤマハさんの水上バイクのイメージカラーとはまた少し違ったブルーですね。はい、そうですね。ヤマハの、基本的な、ヤマハといえば青というところなんですけども、やはり、少しトレンドを意識したカラーリングで、青の中でもまた違った青を今回この機種で見せています。はい、この青、なんて表現したらいいんでしょうね。そうですね。洗いざらしのジーンズをイメージしたようなカラーリングになっています。なんか素敵ですね。おしゃれな、イメージから、こちらのカラーが誕生したということですね。はい、すごくこのコントラストも素敵です。さあ、そしてフロントのこちらですね、スペースになっている部分もかっこいいんですが、こちらは収納スペースですか？広い。かなり入りますね。はい、かなり、大きなものも入ります。はい、すごいな。やっぱ開けてみないとわからないものですね。そうですね。さあ、そして続いてこちらカップホルダーもしっかり2つついていて、こちらのモニター、そうですね、2024年のモデルからですね、7インチと、大きくなった、コネクストのマルチモニターが、搭載しております。で、Bluetooth の一体型オーディオを搭載しておりまして、ヤマハの中期計画でもあります、マリンバンのケース戦略に基づいて、まずはその C のコネクティッドの部分で、今回新しくコネクストモニターを、一新いたしました。これはいろいろこう連動することで、より皆さんが快適に、便利に楽しめるようなシステムになってるってことですか？そうですね。また、2つドライブコントロールシステムを追加いたしまして、1つがエコモードと、もう1つトーモードとなるんですが、エコモードはツーリングに適した低燃費、走りを実現するために、オートトリムシステムを、つなげて、コネクティブで、システマティックにコントロール、走りをコントロールできるような仕組みになっております。すごい、もうどんどんなんか賢くなっているという、言い方が合ってるかわからないですけど、すごいですね。いろいろ連動しているということなんですが、このあたりも何か新しい機能がついてるんですか？前年同様なんですけども、こちらのアクセルに加えて、こちらのライドというところで、減速をコントロールするシステムと、あと更新ができるような。システムを、左右で、操作しやすくなっておりますので、なるほど、これがついてるとやっぱりかなり安心感ありますよね。そうですね。こちらはブルーのボタンついてますが、そうですね。ローカルルール等でも、厳しく最近は規制されてます。引き波を出せないような、速度にコントロールで、してくれるような、ノーウェイクモードをこちらのボタンで。すごい。このボタン一つで引き波を立てずに、マナーを守って安心して操縦できるんです。そうですね。まさに安心して操縦していただけるような機能となっております。私も免許持ってますけど、なんか立てたくなくてもどうしても立ててしまうっていうのがあって、なんか近くにね、やっぱり船があったり、マリンアクティビティ楽しんでる方がいたときに、ちょっとなんか、すいませんっていう感じになってたんですけど、こちらがあったらより安心ですね。安心して乗っていただけると思います。すごい。そしてスピーカーもね、しっかりついているということで、音楽なんかも楽しみながら、皆さん、水上バイク、マリンスポーツを楽しみいただけます。そしてこのかっこいいシート。乗り心地良さそうですね。そうですね。今回こちらクルーザーモデルということで、クルーザーシートを採用しておりますので、クルージングなどでも快適な座り心地を、こちらで
なんか背もたれもすごくしっかりしてる印象なので、はいでねはい、座ってる時の安定感もね、はい、しっかりありますね。はい。さあ、そして後ろ側行ってみましょうか。はい。まあ、この、あの、春の部分もすごいおしゃれ、はい。はい。広いデッキスペースを確保しておりまして、はい。まあ、こちらにですね、もですね、トレンドのシアンカラーをデッキにあしらっております。なんかいいですね、はい、もうこれだけ広々しているとなんかすごく歩きやすくて動線確保してくださってるので安心です。非常に移動しやすく広く確保しております、はい、でここも収納スペースなんですよね、はい、そうですね。この中も、確認いただけると、はいはい、こちらがまあ濡れたトーイング用のロープであったり、はいはい、収納できるようなスペースになっております。トーイングを使うようなマリンアクティビティの後はもうすぐにさっとここにしまえる、はい、嬉しい。こう無駄なスペース作らないっていう感じですよね、はい、全部をお客様目線に立って、はい、いろんな収納であったりとか機能が装備されているんですね、はい。この辺りはもう、そうですね、こちらにリボーディングステップ、水中からでも、ね、すごい、乗りやすくなっています、はい、乗りやすくなっているステップがこちらに搭載しています。これ全然気づかなかったです、なんか、あの、下ろさないと本当に一体化していて、はいはい、すごい、そうですね、非常に乗り広いあのボーディングのスペースに加えて、はい、このボーディングステップで非常に乗り後ろから乗りやすく設計しております。やっぱりあの水の中から上がるとき結構大変ですけど、そうですね、これがあると違いますよね、はいはい、安心感あります。はい、いやこだわりがすごいですね、はい、なんか表から見ているとかっこいいなとか、まあ、なんか走り心地良さそうとかイメージでしたけど、はい、こうやってしっかり一つ一つを見ていただきますと、やっぱりヤマハさんのこだわりがギュッと詰まった最新モデルなんだなということが分かります、はい、さあそしてこちらの MH クルーザー HO の方では、はい、やはり注目のものがまだ出てきておりませんが、そうですね、あのこちらにエンジンを積んでおりますので、はいはい、ぜひ見ていきましょう。はい、あ、ここの部分も開くんですね、はい、そうです、シートをこちらから外して、あ、え、ここ？ここにあるんですか？あ、こちらにですね、防水の一応収納スペースが、え、ここも収納、はい、すごい、え、前から1、はい、ここもですね、2、そうですね、はい、3、4つ、4つついてます、はい、ここは防水なので水に濡れたくないものをしまっていただけるようになってる、はい、ね、はい、小物とかをしまっていただけるような、すごい。皆さんもう持っていきたいもの全部持っていけますね。はい。はい、ありがとうございます。ここがありまして。さあ、皆さんご注目ください。はい、こちらに新しい新開発のハイアウトプットエンジンを搭載しています。ああ、かっこいい。すごい。見た目。かっこいいですね、はい、そうですね、今回あの外観品質にもこだわっておりますので、はい、開けた時にこのクロスバーが際立つようなデザインになっています。ちょっとあのエンジンにときめいたこと今までなかったんですけど、はいはい、なんかこれがお見えした時には、はい、かっこいいマシンに自分が乗ってるんだなっていうのを実感してしまいますね、はい、そうですね、非常に所有感を満たされるようなデザインになっていると思います、はい、開けた瞬間に周りにこう出っ張りと か、 なんかそういうものもなくって、ね、本当にエンジンのこのビジュアルを楽しむことができるような見せ方になっております、はい、さあそれでは皆さん気になってらっしゃると思います、この FX クルーザー HO、はい、このエンジンの秘密についてここからさらに深掘りさせていただいて、はい、いいですか、はい、はい、ぜひお願いします。さてさてやってまいりました。こちらですね。はい、今回こちらが、新開発のハイアウトプットエンジンとなっております。で、今回あの先ほど申し上げましたように外観品質にもこだわりがあります。はい。で、まあ最大のトピックとしては 1.9 リッターへの排気量アップ、業界最高の排気量となっております。業界最高の排気量を実現ということですね。はいはい、いや、 やっぱり見てドキドキするワクワクするっていう要素も、はい、こういうマリンアクティビティにはねすごく重要なポイントだと思いますが、はいはい、まあ、機能性そして、こだわったポイントがいろいろあるんですよね。そうですね、まあ、さらにですねヤマハのサステナビリティへの、まあ、取り組みの一環として、
まあ、今回、植物由来のセルロースナノファイバー強化樹脂を採用いたしました。はい。まあ、こちらは、まあ、自動車部品としては、の量産としては、まあ、世界初の試みと。世界初の試み。はい。はい、こちらの、ね、黒い部分がセルロースナノファイバーになっております。ちょっと素材感がまた他と違うので、はい、分かりやすくなってますね。はい。そうですね。まずは、エンジンカバーの部品から、サステナビリティの取り組みの一環として、はい、今回、導入させていただきました。こちらが世界初の取り組みでもあるということなんですね。はいはい、さあ、業界のですね、最高排気量 1.9 リッター、はい、そして今回、世界初の試みという SDGs への取り組みも教えていただきましたが、はいはい、ここからまたさらに深いお話をお聞きできるということで、はいはい、それではエンジンの開発に携わられました、はい方をお呼びしたいと思います。河合さんですね。はい、河合さん。はい。はい、では、河合さんをお招きいたしまして、こちらにお越しいただきましょう。いや、このエンジンの秘密、皆さん、今からより迫っていきますよ。それでは、河合さん、よろしくお願いいたします。ヤマハテクノロジーエンジン開発グループの河合と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、今回の展示でも目玉となっております、こちらのエチオのエンジンについてお伺いしたいと思います。はい、はい、まずこちら開発のポイントなんか教えていただけますか？そうですね、開発の、このエンジンの開発のポイントとしましては、排気量 5% アップっていうところながら、はい、出力がですね、15% アップしており、うん、一つ一つの部品を見直しているというところになります。なるほど。これって、なんか作り的には、すごく、なんか流れるように前にこうなってますけど、どういう感じで？そうですね。はい、まあ、エンジン自体が空気を吸って、まあ、それを燃焼するといった形になるんですけども、うんうんうん、まあ、こちらの部品の、まあ、ここの部品からエンジンを吸って、まあ、ここでエンジンの爆発が起きます。はい、でその後、もう燃焼したガスが、この、まあ、エキゾーストマニホールから出ていくといった形ですね。なるほど。もうここから吸っていて前にいい感じでもう続いていくということなんですね。はい、そうなんです。はい。で、今回ですね、このエンジンの出力 15% アップしていると、はい、先ほどおっしゃってくださったこの流れの部分が非常に大事で、うんうん、はい、この給排気の部品とヘッドシリンダーの部品を変更しているといったところが大きなポイントになります。なるほど。今回25馬力上がった、はい、ということなんですよね。そうです、はい、25馬力、まあ、以前のモデルから、うん、まあ、170馬力というところから195馬力、はいはい、25馬力アップしております。ちなみにこれって実際にお客様が体感で感じる部分としては何かこうあるんですか？あ、そうですね、もうお客様 の商品として感じていただける最も大きい点に関しましては、うん、はい、やはりその加速性能というところに現れてくると思います。はい、その加速性能、はい、例えばですけど、具体的に言うと、従来モデルが100メートル走ったところで、はい、今回のモデルだと110メートル走るぐらいの差が出てくると。あ、結構違いますよね。そうですね。もう全然結構変わってくると思います。はい、はい、こちらクルーザーボートなんかにも今採用されているエンジンが、はい、まさに今回ヤマハの水上バイクにも搭載されているということで、FX クルーザー HO、そして VX クルーザー HO、この2つのモデルに搭載されているんですよね。そうですね。はい。いやー、すごくないですか、皆さん。船を走るこのパワーが、この水上バイクに乗っているということなんですよ。ただ、そうなると気になるのが、パワーが増してくるということは、やはりこう、まあ、音とか、なんかこういう、そういったものに関しても、開発でポイントとかが加わったりするんですかね。そうですね。このエンジン、出力がアップしただけでもなくて、はい、その振動の低減、パワーの低減というところもポイントの一つになっております。はい。はい、何かそういったパーツとして、このあたりがその抑えるポイントだよなんていうのはあるんですか？そうですね。まあ、いろいろあるんですけど、はい、まず、このヘッドカバー。ヘッドカバー。の部品が、はい、まあ、今のと違って、まあ、形状を変えることで、うんうん、このヘッド周辺のミカノイズっていうところを低減してます。なるほど。でまたさらに、こちらにあるんですけど、はい、このヘッドシリンダーの、この防振ボルトっていうところで、このヘッド周辺の振動も、またこの部品で抑えています。はい、ここのボルトですか？そうですね。ここのボルトで、このカムチェーンの、カムチェーン室になるんですけども、はい、ここの部分に振動も低減しております。
すごいですね。なんかこう、はい、私たちから見ると、まあ、一つのね、ボルトってパーツっていう感じですけど、まあ、ここにこれを置くことによって、まあ、そういった振動だとか、まあ、音っていうものに関して防ぐことができる。はい、でもここまで見つける開発の過程っていうのがやはり時間がかかったり、そうですね、大変ですよね。まあ、どういうところの振動を抑えていくかっていうところ、はい、どういうアイデアで振動を抑えていくかっていうところがやっぱり開発のポイントとなってきます。はい。はい、今回は水上バイクジェットビレッジのレポートということで、はい、水上バイクとそしてこのエンジンについてお話をお伺いしましたが、今日明日とまだ2日間ボートショー開催されますが、エンジンについてもし質問があるお客様がいたら、いらっしゃいますか？そうですね、本日私の方がアップデートしていますので、はい、何でも聞いていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さんボートショーならでは実際に開発した方にお話を聞けるというのもね、見逃さずに勇気を持ってお声掛けしてみてください。本当にありがとうございました。なんか三浦さん、ここまで聞いちゃっていいんですかっていうようなお話をね、聞かせていただきましたよね。さあ、それではマイクをチェンジしていただきまして、続いてまだまだヤマハ発動機さんのブースの深掘り行きたいと思います、はい、ありがとうございます。さあ、続いてはこちらですよね、はい、こちらの展示はスーパージェット、はい、一人乗りのスタンドアップモデルとして人気のモデルなんですが、はい、こちらはどういった展示になっているんですか？はい、今回こちらは参考出品とはなっているんですが、はい、天然由来素材を使用したスーパージェットになります、うんうん、はい、先ほどの、エンジンカバーにもヤマハのサステナビリティの取り組みの一環として部品の一つとして導入させていただいたんですけども、まあ、今後の、将来性のまたサステナビリティの取り組みのところで、まあ、今度は停滞に、実験的に植物由来天然由来繊維の使用させていただきました、はい、今回この天然由来ではどんな素材を使われたんですか？はい、今回こちらがですね、亜麻繊維を使用しております。なんか見てもあ、ちょっとお洋服とかの繊維っぽいなっていうのが分かりますが、はい、皆さんに分かりやすいように塗装がない状態で今、そうですね、はいはい、今回クリア塗装で、展示しておりますので、まあ、皆さんに近くに見ていただくと非常に繊維が分かりやすいように、展示しております。すごい、もう綺麗にぐるっと繊維がね、はいはい、包まれているので、はい、何だろうって皆さん興味を持たれる方も多いかと思いますが、はい、まあ、今回は、ヤマハさんのマリン事業の社会課題への挑戦ということで、はいはい、まあ、こういった取り組みを行われているということです、はいはい、今回のこの参考出品に関しては、はい、どんな思いがおありなんですか？はい、ですね、まあ、今後、ヤマハとして、まあ、サステナビリティの取り組みを進めて行くというところで、うんうん、今回参考出品とまずは亜麻繊維を使用したこちらのスーパージェットを展示させていただきました、はいはい、皆さんぜひねこの機会に、はい、スーパージェットと並んで置いてあるというところもポイントですので、はいはい、ちょっと見比べていただきながらね、はい、お楽しみいただきたいと思います、はい、いやー本当にこんなに聞いちゃっていいんですか、はい、っていうぐらいいろいろ教えていただきました、はいはいはい、ぜひねブースにお越しいただいて皆さんね、見て、そしてお話を聞いていただいたりしてね、はい、楽しんでいただきたいですよね。はい。はい。あと、あちらにもね、ジェットがあるんですけど。はい、そうですね。はい、GP、SVHO、ね。うんうんうん。はい。ぜひ皆さんね、ぐるっと回って、はい、ヤマハさんといえばもちろんボートもそうですけども、はい、水上バイクもこちらに展示されておりますので、はい、皆さんどうぞお越しください。はい、あ、ちょっと待ってください。高橋さん。はい。ウェーブランナー、はい、乗ってなくないですか？ウェブランの、はい、そうです、こんなに喋ってますけど、はい、乗ってないんですよ。今回乗れちゃうんですよね。え、あ、乗っていいんですか？はい、あ、ぜひ皆さん来ていただいて、はい、乗っていただいて撮影していただければと思うんですけど、高橋さん、はい、乗りに行きます。あ、いいんですか？はい、乗っていいですか？じゃあちょっと、はい、いいですか、行ってみましょう、はい、わ、嬉しい。結構今回ボートショーを見させていただいてても、はい、皆さんね、今もお客様が、はい、ね、説明聞かれてますけど、はい、ただ外側から見て聞いてる方が多い印象ですが、はい、ぜひ土曜日、日曜日はね、親子の方とかも。はい、じゃあ今回この、はい、FX リミテッド SVHO を、はいはい、乗っていただければ。では、早速行かせていただきたいと思います。はい、失礼します。よいしょ。乗りますね。はい。うわー、こちらは最上級のラグジュアリーを体験できるモデルということで、はい、ヤマハの
はい、フラグシップモデルとなっております。はい。皆さん、このかっこよさ、伝わりますか？このハンドリングの感じなんかもね、はい、皆さんぜひちょっとイメージしながら、ご自身がマリンスポーツをヤマハさんの水上バイクで楽しんでるような気分、ぜひブースの方もご覧ください。ヤマハさんはウェーブランナーという名前の水上バイクが揃っております。ぜひ皆さん最後エンディング、はい、エンジェルに来ていただきまして、はい、はい、はい、メッセージをお願いします、はい、皆さんですね、今年2024年のモデル、このように展示しておりますので、ぜひ見ていただくだけじゃなくて、乗っていただいて、触っていただいて、ヤマハの製品に触れていただければと思いますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ヤマハ発動機の深掘りレポートでした。